ですね、これからの季節、だいぶ虫がねこれから多くなってきますんで、その虫対策ということで蚊帳をちょっと2つばかりですね、釣ってみようと思います。まず1つはこれ、これはですね、テント型の蚊帳です。もう1つは吊り下げる式の蚊帳です。それじゃあちょっと、釣ってみたいと思います。お分かりでしょうか。こういう感じです。これはグランドシートも何もないんで、四隅を、止めるだけですね。で、上から釣っているだけです。プラスチック製の小さなカラビナがついてます。それに、これは550じゃないですね、550じゃないけど一応パラコードがついてて、このコードロックが途中についてます。ですがこれで高さを調節できますね。まだだいぶ余裕があるんで、もう少し高い枝から釣ることもできます。こんな感じで、これ今赤い、ペグ用のループがついてるんですけども、これがですね後ろの方行くと青いループテープがついています。だから一応四方、頭とお尻が分かるようになってますね。この辺はいいアイデアだと思います。ボトムなんですが、一応こういうですねフランジがついてて、このフランジを中にまあ入れるような形になります。ですけどこういう季節ね、草が結構、高く生えてたりしますから、草をある程度除去してやんないと草の上に乗っちゃいますね。パッドを入れました。これで 1m90 ぐらいですけど、この高さですね、この感じからすると足はもちろん触りますし、それから頭の方もちょっと触りそうですね。ちょっと入ってみますね。よいしょ。一箇所ねこうやって外さなきゃいけないのがちょっと面倒っちゃ面倒なんですけどね、これね。中から見るとこんな感じです。寝るとですね、こんな感じで足触ります。頭はこんな状態ですね。やっぱ触りますね。このね、ベルクロに結構これまとわりつけます。釣り元はこういう感じですね。一応補強がされてるので
まあここはそんなに弱くないと思いますし、メッシュのこれがまあ縫製ですけども、メッシュの縫製もそんなに悪くはないですね。うん、ただし地面にね露出ですからね、アリやらね、小さい、まあ、虫類は地面の方は入ってきますわね、どうしても。もう一つの方の、テント型なんですが、これは、自立式ではないので、こういうウォーキングポールが2本あればこれで建てられます。もしくはですね、後でやりますが、リッジラインを張ってそれから吊るといういろんな方法があります。まずこのポールでやってみると思います。このポールの場合はまず先をまずこいつ石突きにしてやる必要があります。完成しました。どうでしょう。非常に簡単に貼れますね。このねロープガイドラインがちょっと細いっちゃ細いんですけど、まあ、これは後で変えてもいいです。で高さ110ですね。でこれはですね、このサイドに入り口があります。そしてこちら側ですね、こちら側にも、入り口があります。2箇所、まあ、こちら側はねこのポールがあるんで出入りは非常にしづらいとは思いますけどね。ですからポールを張る場合はサイドからの出入りに頼った方がいいですね。こんな感じです。ちょっと入ってみようと思います。パッドを入れてみました。2メーターぐらいですね。カタログでは確か2メーター10だったと思いますけど、入ってみます。よいしょ。
とヘッドクリアランス十分ですね。それから足、足元も十分です。それから広さですけど、私が寝てこんな感じ、十分な広さがありますね。これ今ほぼセンターに寝てますけど、これもうちょっと片方に寄れば、片側に寄れば、詰めれば2人は寝れますね、これね。荷物も置けるし、風の通りはですね、やっぱりさっきのより目が細かく詰まってますので、風の通りはさっきの、釣り式のものに比べると、ちょっと辛いかな。居住性はいいですね。それでここなんですが、これがですね、フックがついてます。これこちらとこちらにもついてますので、この2箇所をつないで、パラコードをですね、こうつないでやれば、どこにでも何でも吊るします。まあ、ここに吊るしてもいいんですけども、先ほどのモスキートネットをですね、今度はこのリッチラインを使って、設置したいと思います。使いますのはこのパラコードの輪っか、これを2つ同じ直径でいいです。適当に結んでもらって輪っかを作ってもらえればいいです。2つ、それとあとこの枝が2本あればいいですね。これで今やってると思います。でこの輪っかをどうするかというと、2回、3回、このぐらい、まあ、2回ぐらいでもいいですけど、これでこういうふうにしておきます。これはですね、ここを持つとこういくんですが、こいつを引っ張ると動かないです。これとっても簡単です。これを向こうにもやります。これにですね、先ほどのループをですね、こういう形で渡して、テンションを張ってやります。これですね、これはもう動きません。
ここ元を持つと動いちゃうんですけど、ここを持ってる分にはテンション引っ張る分には取れません。こういう張り方をしてやるとこちら側が今度は使えますんでね、開口部狭く使えますから、で入り使い方が良くなると思います。でこのリッジラインですね、このリッジラインに、今度はタープをかけてやれば、まあ言ってみればフライシート付きのテントと同じような使い方ができます。ですからサマーテント、夏用のサマーテント、ポールなしでしっかり立てられると、そういうような感じでいいと思いますね。こちらの方が使い勝手はいいかな、少し重いですけどこちらの方が使いやすいかもしれません。うん、これはいいでしょうね。2機種釣りました。それで、ですね、まずこちらなんですが、フレンドリースウィート、多分これ会社名だと思いますけども、ものはですね、素材はポリエステルで、大きさはこんなものです。ちっちゃくなりますね、もっとね、縮む、押せばほんとちっちゃくなります。ただこの中にこのペグが入ってるんですね、4本。だからこのペグを持っていけばこのペグ分はちっちゃくなりませんから。ただしこのペグ、一応これステンなのかな、アルミですかね、こういうペグがついてます。非常にこれ弱いですね、すぐに曲がっちゃいます。で先もこういう丸ですから、抵抗が大きい。まあヤスリで尖らす分にはいいですけども、それでもちょっと小石かなんかに当たったところでもすぐに曲がっちゃいます。ですからペグは別に用意しておいた方がいいかもしれないですね。ただこれ 155g ですから、かなり軽いです。でこんなちっちゃくなっちゃうんでね、ペグがなければもうバッグのどっかにちょっと入れておくには良さそうですね。で大きさがですね、2m20×1m20で高さが 1m ですけど、形が先ほどの、ご覧になってお分かりの通り、ピラミッド型ですから、で裾のフランジの部分ですね、裾のフランジの部分をどう処理するか、できればほぼ同程度の大きさの
グランドシートかなんかあった方がいいかもしれないですね。あのまんま寝るとですね、地面からの、まあ虫アリですとかね、まあ、場合によっちゃ、ムカデなんかがね入ってくるのも嫌ですから、だからまあグラウンドシート1枚引いてで、まあ、虫除けスプレーかなんか巻いておいた方がいいですね。これを頼りにするというよりは、これからの季節これを一つ持ってると、ビビーキャンプなんかをする場合にもいいかもしれません。で、裾とか周りが浮きやすいというのがあるので、先ほどグランドシートって言いましたが、もしビビーキャンプの場合は周りを少しルースにして、顔を頭の部分ですね、この辺だけちょっと吊り上げてという使い方もありかもしれないですね。その方がまあこれ実用、実際にはそういう使い方の方が合ってるかもしれません。きっちりテント型に貼るよりは。それからもう一つはこちらなんですが、これは何ていうんですかね、もうサードパーティーが作ってるような感じで、名前もですね、フライフライゴー FLYGO フライフライゴーモスキートネットとなってますが、こちらの大きさ、底面積が 2m×1m25 1250で、高さが 1m10 あります。でグランドシート付きなので、重さが一応これ640g、500ちょっとですね、640だから軽いテントなんかの半分ですね。非常に軽いです。で大きさもですね、もう少しこれスクイッシュっていうんですか、潰せば、バッグの中で結構潰れると思います。ですから、まあ、これも邪魔にならないですね。でこれはこれもペグとロープがついてます。ロープがねちょっとかなり細いんですけど、まあパラコードこれ何番だったかな、290だったかなんかのパラコードだと思うんですけども、細いですけど、まあガイドを貼るには十分ですね。で一応こういう、リターンもついてますんで、ただこれね長さそんなにないです。長さ多分2メーターぐらいしかないです。それからペグ、カタログではね Y ペグ、Y 型のペグってなってるんですが、これ見るとこれ十字なんですね。十字のペグ、 Y 型ってなってましたけど十字なんでね、これ結構強いです。アルミで軽くて、ちょっとまあ手でこう押すには痛いんですけど、足かなんかで柔らかいところからスッと入っていって、それでいて曲がらないです。これはいいですね。でこれにも小さいループがついてますから、これで引き抜くのもできます。まあねちょっとねついた土とかね、この辺を取るのは洗うのは面倒っちゃ面倒なんですけど、まあでもこれはいいですね。なかなかでこれがついて、これがついて640g ですから、まあこれはもうちょっとこの夏はこれを頼りにしてみようかなと。これは頼りにしてもいいかなという感じですね。後半やりましたそのメッシュ、タープをですね上に貼るパターン、タープを張ってリッジラインから吊るパターンでやれば、まあ言ってみればフライシート付きの、ネット式のテントと同じ、でポールがない分だけ軽いですからね。ポールがこれに入れば1キロ軽く超えちゃうんで、そういう意味ではこれはちょっとこの夏メインに使ってみようかなと思います。これだったら虫の季節でも十分使っていけると思います。でこちらの方は、あれですね、デイハイクでちょっと昼寝したりとかいう時に、顔の周りをこれで、虫よけにかけて寝る、そんな感じの時にちょっと持っていこうかなというふうに思います。
ただデイハイクもしくはですねスルーハイクでも、まあ、スルーハイク、まあ、基本的には BB ですね、BB キャンプ、BB キャンプをするんであれば、これはあってもいいかなと思います。なるべく装備を減らすという意味ではこれはありだと思います。こちらのその底面の方なんですが一応防水というふうにはなっています。210T のポリエステルで、5000ミリの対5000ミリの防水というふうになってますが、いろいろなレビューを商品レビューを見るといや水が染みてきたとか染みたとかっていうのも出てますんでちょっとそれは今回実験してないんですが、ですからまあグランドシートは1枚あってもいいかもしれないですね、もしかするとね。でこれ両方ともですね、フレンドリースウィードもそれからこのフライフライゴーもですね、両方ともこれ組成がポリエステルになってます。でこれがちょっとね大事です。というのは虫除けスプレーとかアルコールを使ったものをちょっと含む場合、ポリエステルじゃなくて他のものだと溶ける可能性があります。ポリエステルなら、多少吹いても大丈夫ですので、ですからまあ組成をですね、このポリエステルになっているというところもちょっとチェック、要チェックの部分だとは思います。私は一応バグスプレーはこういうの持ってはいるんです。これは、ミントオイル と、レモングラス と、ベルガモットですね、それを、3対1対1ぐらいの割合で、あとは無水アルコールで、希釈したものです。でこれをね、こうかけておくとほとんど虫が寄ってこないんで、これはまあこれでいいんですが、ただ寝てる間はどうしてもねこれの効果も落ちてきますし夜の蚊はうるさいんでね。それでこれ、フレンドリースウィードの方は、2000円弱で、こちらのフライフライゴーこちらも4000円弱ですから、いいメッシュテントですね、を買おうと思うと例えばビッグアグネスですとか MSR ですとかあの辺ですともう3万4万しますんで、それからすると10分の1ぐらいでこのぐらいのことができるんだったらかなりいいと思います。コストパフォーマンスはかなり高いですね。どのぐらい耐久力があるかという部分も確かにあるとは思うんですけど、どうでしょう4000円ですね。4000円としてこれ2シーズン、まあ、もしくはキャンプ2回か3回耐えりゃ十分元は取れてるんじゃないかと思います。あとはメッシュなんですが、メッシュはこちらは、225をメッシュ、でこちらの方はちょっとそれは出てないんですが目はこちらの方が少し粗いです。こちらの方が詰まってます。ですから虫の入りはこちらの方が確実に、かなり小さな、蚊でもですね、入ってこない、かなり、しっかり虫は防いでくれます。ましてや、グランドシートがありますからね、かなりしっかり虫は、防いでくれます。こちらは目が粗いので小さい虫は入ってくるかもしれないし、また下が開いてますから、地面との接地面の対策ですね、それをしっかりしないと、結構虫は入ってくるかもしれません。ただ風の通りはこちらの方がいいです。こちらの方が多少風の通りが悪いです。でもまあ上にタープを張って風の流れをねしっかり、コントロールして、寝れば夜中暑苦しくて、寝られないってことはないですね。メッシュ、基本的にはメッシュですから。でこちらの方は、そういう意味では風がよく通って、快適だと思いますけども、ですからまあ虫の侵入と風の通りとの、トレードオフって感じはします。私は個人的にはこの夏はですねこっちでこのフライフライゴーをメインにこれを頼りに、キャンプ
キャンプをしてみたいと思います。次回ちょっと、近々行く計画をしておりますので、その時にはこいつで、やってみようと思ってます。ということで今日は、モスキートネットについて、設置をして、レビューをしてみました。ご視聴誠にありがとうございます。